ラッキーセブン。だったら生きた方がいい。少しでも可能性があるなら、今を幸せだって思えるなら、絶対生きた方がいい。この金いらないから、これで治療を受けてくれ、ばあちゃん。まあ、大泉洋演じる朝日純平がメインだと、どうしても人情者になってしまうっていうのも仕方ないのかも。まあ、ええやつですもんね。ただいかんせんね、本当に探偵事務所があんなご老人の依頼をね、まともに受けてたら、それこそ仕事にはならないだろうし。まあまあね。そういうエピソードを持ってきたというのがいいのか悪いのか。少なくとも、あの強烈な印象を与えてくれた第一話を見た人間にとってはね、はい、やはりアクションということを常に期待するだろうし。そうなんですよね。なかなかないんですよね。そんなことから考えても、そんなに続けてみなくてもいいかとか、うん、それにエイタやっぱり出てこないし、うん、まあ視聴率もね、このところ 15.2、14.6、さらに 13.6 と下がり気味で、あ、まあこれ決して大泉洋のせいっていうわけじゃないんだけどね、はい、いや、味は出てますよ、うん、で、今回の役どころに関して大泉洋自身は公式サイトのインタビューで、今のところ僕のパブリックイメージに近い役なのかなと思っていますので、僕らしく明るく楽しく演じられればいいですね。純平は探偵に関しての専門知識をたくさん持っていて、日本の探偵はもちろん海外の探偵に関しての知識まであるんです。探偵という職業に誇りを持っていて、真面目に仕事に取り組む反面、綺麗な人に怒られるのが好きという設定があって、ちょっとバカバカしいと思いました。でも確かにあるんですよね、そういうの。綺麗な人にちょっとそこに座りなさいとかお説教されたいみたいな感じって、まあわかるんですけど、バカバカしいなって。でも最初に企画を聞いた時には、最近映画で探偵役をやったばかりでしたので、探偵づいているなというのが正直な感想でした。ただ探偵はバーにいるという映画で演じたのはアウトローで一匹狼的な探偵でしたが、今回は群像劇と言いましょうか、タイトル通り7人のチームワークで見せていくお話ですから、映画とは全然違った作風になりそうで楽しそうだなと思いました。通常探偵ものというと劇画っぽい作風が多いと思いますが、ラッキーセブンは実際の探偵に近い姿を描いているのかなと思います。少し前に北海道のバラエティ番組で本物の探偵に入門するという企画をやって思ったのが、探偵の世界は大変に地味だってこと。僕らが想像するような難事件があるわけでもないし、危険な目にあったこともないそうなんです。浮気調査や尾行はもちろんしても、今回ドラマにも出てくるように営業のために広告の入ったティッシュを配ったりとか、結構地味なことが多いそうで、そのあたりをリアルに描いているのも面白いのかなと思っています。それからアクションシーンに関しては、やってみたいかどうかと聞かれたら、正直そんなにやってみたいとは思いません。僕はできるだけ穏やかに過ごしたいっていうのがありますので。1話から松本くんとエイタくんがリング上でものすごい格闘しているじゃないですか。台本を読んでもそら恐ろしいと思いましたが、実際にシーンを拝見したら、本当に自分じゃなくてよかったとホッとするようなアクションシーンになっていました。でも衣装合わせの時に軽くアクションテストみたいなこともやりましたので、どこかでやることになるのかもしれません。ほう。それにしても純平の携帯の電話帳の登録名、はい、俊太郎がリンカーン、アスカがヒラリーで、なんとトーコはクレオパトラ、そしてつくしさんはザビエル。ほう。これまさに言えてみようで ね、あそこまでね、怒るほどでもないと思うんだけど。ところで、近頃特にラッキー探偵社のメンバーの中で気になる存在なのが、登録名サッチャーこと茅野芽衣。キャラクタープロフィールでは、茅野芽衣23歳、デスク業務をこなす。一見地味に電話番などをしているが、実は機械オタクで、探偵が必要な道具は彼女が調達したり制作する。コンピューターにも精通していて、みんなの PC を修理したりもする。デスク業務に似合わないサイバーな衣装がトレードマーク。そして、茅野芽衣を演じているのは、入来茉莉。1990年生まれ、22歳。鹿児島県出身。2007年、第32回、ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。2008年1月6日放送のアッコにお任せでテレビ初仕事。4月にはフジテレビ系深夜ドラマ、鳥肌3で女優デビュー。7月クール4つの嘘では、長崎ひろみの高校時代役で連ドラデビュー。さらに8月30日に FBS 福岡放送のドラマ、私は一本の木に恋をしたで初主演。そして2010年4月クールタンブリングでは、女子新体操部員という役どころ。実は新体操は12年間続け、インターハイ出場経験あり。一方映画の方は、2008年公開愛流通センターでスクリーンデビュー。2010年公開の海の金魚では初主演。
その他には NHK 教育テレビの環境教育のための番組森蔵キッコロ森へ行こうよでキャインの宇都鈴木と二人で進行役、まあいろんな方面で活躍中でね、楽しみですねこれからもね。でちなみに見とかないと富士のウェブサイトではバリスタは見たというサイドストーリーの動画がアップされていてね、うん、あの茅野が通う四季島コーヒーのマスターが主人公、うん、でまた茅野の違った一面も見られるということでね、うん、なかなかこれ楽しいスピンオフなんだけど、まあ例えば今回は、うん、純平の見合い相手が気になって仕方ないなんていうね話題もあったりと本編と密接にリンク。僕も気になりましたけどね、見合いは。でさて気になって仕方がない東子のお父さんの事件に関しては、あの時のことは今でも忘れないよ。志半ばでさぞ無念だったろうね。このまま何も手がかりが見つからなかったらどうするんだいと弁護士に聞かれた松島奈々子演じる藤崎東子は、諦めません。真実をつかむまでは。ということで予告によると、案の定エイタ扮する新田テルは父親の会社には行ってないようで、はい、やっぱり東子の父親の事件を追ってる感じ、はい、でも多分次回も出演シーンはなしなんだろうと。まだ出てこないですか、はあ、まあ何はともあれラッキーセブン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、